山の中からこんにちは。29歳、資本主義の往復ビンタを食らい続けているものです。上京して7年目でフリーター生活に限界を感じ、アコムで50万円を借りました。大学の奨学金の返済は毎年のように繰り越しているというアホな状況でもあります。なんだこれ。そして半年前に故郷へ逃げて返済中。今に始まったことではないですが、器用には生きれません。最近は健康維持とうさばらしのため毎日夕方山の中で暴れています。さながらジョン・ランボー。ランボー第一作目では、この山じゃ俺が法律なんだと理不尽な保安官に対してサバイバルナイフを突き立てます。僕も残酷な社会に盾をついて、この山じゃ俺が法律なんだと遠吠えをしたいです。とにかく体が資本、健康なしでは何もできません。そういえばこないだアコムで10万円を返した動画を出しましたが、今回もさらに10万円の返済を行います。素晴らしいペースですね。同時に家賃や光熱費がかからない、無駄に消耗しない生活へのありがたみも痛感しています。東京ではとんでもない消耗生活でした。今日もまた動画の途中で返済のお披露目を行うので、よければスマホの前でスタンディングオベーションをしてもらえたら嬉しいです。結婚式以上の熱き祝福を期待しています。おはようございます、富龍です。海と山に囲まれた秘境の朝、まずは小鳥のさえずりから始まります。そして僕にはアコムのさえずりも聞こえてきます。返済せよ、返済せよ。金利 18% のささやきは24時間頭の片隅で聞こえています。今日は返済日、またまた10万円を返せます。今は家業の仕事をしながら休日に YouTube を撮影しています。 YouTube 一本で食っていけるほどの収入はありませんが、借金の返済には大きく貢献してくれています。改めていつも視聴してくださる皆様、本当にカムサハムリだ。僕は野良プレイヤーですが、見えないところで多くの人々に生かされています。誰かの親切があってこそこの瞬間の呼吸が成り立っていると思います。今後とも当チャンネルをあなたの聖域としてご活用ください。4月に入りだいぶ暖かくなってきました。ポッカポカな返済日和です。それでは早速返していきましょう。アプリから借りたので返すのもアプリからです。現代は手軽で便利ですが、それゆえに地獄と隣り合わせです。いつもの見慣れた画面を開き、おかんを走らせていきます。借金額残り38万1040円。確認後10万の数字を入力。三井住友と連携、ワンタイムパスワードを打ち込んで振り込み完了。数時間後に確認してみるときちんと反映されていました。残り28万1040円。一気に世界が色づいてきました。いや、借金があると全部モノクロに見えますからね。はい、実家様々ですよ。家賃光熱費がかからず出費を抑えられるっていうね。返済物語としては差し迫った緊迫感は出せませんが、一人暮らしでは到底耐えられるものではないと思います。少なくとも僕は、まあ、僕はフィジカルは最強ですけどメンタルは貧弱です。銀行預金が返済へ流れてしまう。
この何とも言えない喪失感を抱くたびに、これはお前が始めた物語だろうと、もう一人の自分から囁かれます。そして目を覚まし、人生を受け入れる。よし、今日は公園で焼きそば食おう。焼きそばといってもインスタントなので、花を添えるために卵焼きを作ります。じゅわじゅわ、ふわふわ。はい、いい感じに仕上がりました。ついでにキムチも入れておきましょう。水、卵焼き、キムチ、ガスバーナー、飯盒を準備します。リュックに入れて出発。お店で UFO とコカ・コーラを購入。小道を抜けて目的地へ向かいます。トンビ、今日はどんな獲物を連れ去るのかな。まあ頑張ってください。もう廃れてしまった公園、今日は風が強いので遊具の中に入って作ろうかな。はい、まあこんな感じの、ここでよくパルクールをしていましたね。全然つかんやんけみたいな感じで心の中で思っています。なんでいつもこうなんだと、自然に対してムカムカし始める。まだまだ未熟ですね。自然はコントロールできません。受け入れましょう。中指はわざとではありません。自然現象です。顔もめっちゃむくんでいますし、今日はとことん調子が悪いですね。一旦公園は諦めるしかなさそうです。はい、ここは野球場ですね。少年野球をやっていたんですけど、そんなに楽しくはなかったです。勉強もできず、ずっと憂鬱だった記憶が蘇ってきます。さて、どこへ行こうか。もう山しかないですね。山が呼んでいますね。いいね、元気が出てきた。やはり山だ。森のエネルギーを五感で捉える。こうやってエネルギーをこめかみでキャッチして丹田へ通していく。まあそんなんできないんですけどね。でもなんか僕が言うとマジっぽいというか、ヨガっぽいですよね。お、アシュラのような大木、底なしの英知を感じます。この木の中には広い宇宙が広がっているのかもしれません。そして子としての生命力を感じます。でもあれ、それに比べて君たち杉の木は何の深みも感じませんね。花粉ばかり散らして何突っ立ってるんですか。まあシステムの一部になってしまったから、何を話しても伝わらないですよね君たちは。僕はいつも誰にも刺さらないおかしな話をして滑っているという自覚がちゃんとあるんですよ。もっと大衆向けのカジュアルな動画を作れたらとは思っていますが、やはりどこかで生きって一人走りしてしまいます。まさに生きりフォレストガンプですね。よくいますよね、なんか女子の前でなんかカッコつけようとしていつもと違う動きをしてみたりするやつ。あれ僕です。
7年の東京生活では、短時間バイトをしながら YouTube とライター業でなんとか食っていて、その場しのぎで生きていました。その間、何か突破口はないのか、そもそも生きるとはどういうことなのか、僕は何がしたいのか、そんな疑問に悶々とする自分に酔いながら、楽な清掃バイトを探しまくっていました。奨学金の返済をしていた年は2年くらいありましたが、基本的に何度も繰り越していました。繰り越し手続きにおいてはプロの領域です。スカラネットパーソナル、あの画面にログインして小学生番号を入力するのも慣れっこです。だから毎朝決まった時間に起きて会社で働いて、なんとか日々を頑張ってこなして返済をしている人はすごいなって、本当心からリスペクトをしています。そんな感じで、その日暮らしを送っていた僕にとって、あまり大きな声では言えませんが、結婚式のお誘いは少し辛いものがありました。20代後半になると友人たちの結婚報告が相次いで、招待メッセージが来ることが増えるんですよね。とてもありがたく光栄なことなんですけど、ずっと不安定でとにかく金がなかったので、それらしい理由をつけて断ることが多かったです。こういうのは公で話すことは良くないとは思いますが、同じような人がいるかもしれないと思って、その人たちの気持ちが楽になるならそれでもいいという気持ちで言っています。本当にこの辺のバランスの取り方が難しいですが、僕はごまかすよりも正直でいる方がうまくいくというのを経験から知っています。皆さんも本音で語り合える仲間を探しているのではないでしょうか。朗報です。画面の向こう側でアコムとぶつかり稽古をしている同士がいるので、ぜひ困った時はコメントに何か書いてください。よろしくお願いします。美味しいですね。 UFO よりも実は一平ちゃんの方が好きなんですけど、なんとなく気分で久しぶりに UFO でもありかなっていう感じです。本当にこの遊歩道は僕しか使っていないので、まさに僕が法律ですね。僕はいつまで潜水するのでしょうか。お
溺れないようになんとか水面をめがけて上がっていきたいです。ありがとうございました。バイバイ。